皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。1月の11日なんですけれども、こちら、バイオハザード RE2 の体験版がようやく配信されました。でようやく、まあ、配信されて、まあ、喜んではいたんですけれども、ちょっと制限がかかってまして、まず1回しか遊べません。なおかつ30分の時間制限付きです。まあ、最初その告知を見た時にワンショットデモっていう、まあ、サブタイトルがついてたんで、ワンショット、まあ何のこっちゃ、まあモーニングショットみたいなことと思ったんですけど、まあ要は1回しか遊べませんよと。ゲームをプレイ開始したら、まあ30分1回遊んだらそれでおしまいですよっていうことですね。まあその30分の中であれば、まあ1回クリアしちゃってまたもう1回始めて遊ぶなっていうこともできるみたいですけれども、まあ大抵1回やって2回目始めたらその途中で終わっちゃうみたいな感じだと思うんですけれども、まあ6月から半年以上経ってるわけで、まあ、もうちょっとゆっくり遊ばせてくれてもいいんじゃないのっていう気はしないでもないですけど、まあその、まあ、ゲームの操作に慣れてる人、まあこのバイオのシリーズなんかは遊んでる人にはいいですけど、今回まあ初めてこのシリーズを遊ぶっていう人も中にはいるでしょうから、まあ操作のこう確認をしたりする意味でももうちょっとゆっくり遊ばせてほしいなっていう感じはしましたね。ちなみに自分の結果はスタンダードモードで21分51秒で一応そのプレイの内容の、まあ、最後のところまでは行きました。一応リトライはしてません。で、まあ、自分は、まあ、体験版スタートさせて、まずはもうまずは操作に慣れるところからですから、まあどういう感じでこうキャラクターを動かして、銃を構えて撃つのかとか、ナイフを構えて切るのかとか、まあ正直ほとんど、まあ、確認する時間はなくて、まあ、動かしながら確認する感じですね。進めながら新しくなったグラフィックを、まあ堪能しながら進めていたんですけど、まあまあ、ゲーム開始冒頭に、まあ、カプコンからのメッセージでゾンビと、まあ、戯れることができますみたいなあの文字が最初に出るんですけども、まあ、それでのんびりゾンビと戯れて戦っていたら多分30分になってあっという間に終わってしまうと思うので、まあまあ、ゾンビ今ヘッドショットで撃ってましたけど、まあ、今回ゾンビ非常に硬いんですよね。だから何発弾になっても足りなくなっちゃうと思ったんで、もう足狙って打って、転倒させて、もう、倒さないで、こう、間を抜けていく感じでプレイしていたら、もう時間が、15分くらい経ってしまって、で、後半はもう、ドドドドッと、こう、駆け足して、なんか、プレイする感じになっちゃって、まあ、あんまりちょっと、ゆっくり楽しめなかったんですけれども、まあ、自分はですね、一応、バイオハザード RE2 の、コレクターズエディションを一応予約してるんですけど、まああと2週間ですか、まあ2週間弱ですね。で、発売になりますけれども、まあそれを楽しみに待ちたいと思います。それでは最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。